10時になりましたので、今週の SJC ジャパン、スペーストークを始めたいと思います。本日はですね、株式会社ダイモの中島さんに、お越しいただきました。今回も、ザ・ボエージさんとのコラボ企画第2弾ということで、やっていきたいと思います。早速なんですけれども、まずその中島さんの生い立ちだとか、今されていることについて少し紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい。まあ、生い立ちですけれども、まあ、私はずっと自動車の開発をやっていました。で、まあ、サラリーマン時代ではずっと自動車やっていましたので、例えば代表発明として今若い方が今日多いんです知らないかもしれないんですが、アウディのクワトロという 4W システム、あれなんか私の発明品なんですね。でそんなところでやってきまして、で東日本大震災の 3.11、まあ、それをきっかけに、まあ、会社を辞めて起業する決意したんですね。やっぱり自動車ってもうそんなに社会にこれ以上良くなって良くする必要もないんじゃないか、でもっと自分の技術を社会貢献、直接社会貢献できるようなことをしたいなということで起業して、でその頃から月面、今ね私は月面探査車の開発もやってるんですけど、その辺から月面探査車も次のモビリティのその可能性としてやっています。でそこから起業して 3.11 2011年ですから、もう9年目ぐらい、やって会社を経営してまして、基本的には機械構造系の会社です。でその中の一つとしてやっぱりロボティックス、ロボットの開発なんかをちょっとメインに置きまして、でさらにロボットの中でも月面ロボットというところも、企業以来やっていましたん でようやくですね去年完成しまして、で去年 NASA のクリプスっていうコマーシャルルナーペイロードサービス、民間による月輸送、ここと契約できまして、でそうすると2021年に月面探査できるよということになってますんで、もう本当にここ 1、2 年は月面探査に特化して、まあ、本当に月面探査の事業というふうに仕切り直して今やっているところです。はい、ありがとうございます。もともとはじゃあまあその自動車関連でお仕事されてて、まあ、今宇宙をメインにされているということなんですけど、もともとじゃあその宇宙が結構興味あったとかやりたかった分野ではあるんですか。そうですね、子供の頃から宇宙は興味やりまして、例えば天クラブは天文クラブとか入ってたりして、自分自身で自分は宇宙好きなんだなって自覚したのが小学生ぐらいの頃に、まあ、空をずっと星空を夜見ててですね、で気がついたら明け方になっててですね、空をじーっとぼーっと見てて明け方まで見られるのって、あ、宇宙好きなんだなっていうところは自覚しましたね。はい、相当好きですね、それは。じゃあ結構月とかもじゃあ見たりしてたんですか。そうですね、望遠鏡は残念ながら今望遠鏡でこうまじまじと見るというところまで至ってないんですけれども、まあ普通に、はい、楽しく見てる。で今は、まあ、そのローバーをメインにこう開発されてるってことなんですけども、それはじゃあクリプスで来年飛ぶ予定なんですか。はい、2021年の、7月7月ですね。はい、それはじゃあもうそのローバーとかももうじゃあほぼ完成しつつあるみたいな、そういうこと。そうですね、一応紹介としまして、私の作ってる超小型ローバーで本当にこんなもんなんですね。あ、かなり小さいですね。はい、うん、まあちょっと事業の説明になっちゃいますけれども、私はまあ実は今その機械開発の仕事やってますけれども、経営してますけれども、まあ一人の会社なんですね。で一人のベンチャー企業でやっぱり月面探査実現させようと思ったらば、月までの輸送コストが1キログラム1億円かかるという話なので、まあ、それは高いねと、まあ、逆に考えれば軽くすれば安くできるんだよねというところで、今これ0.このもの自体は 0.4 キロで、申請自体は 0.6 キロで申請していますので、具体的な話ですけど、そうすると、まあ、単純計算6000万円ぐらい、払えばというかですね、調達できればできる、まあ、6000万円というとなかなか高額ではあるんですけれども、まあ、個人の財産だったらそれは難しいんですけど、会社の事業として6000万円調達してなんとかやりくりっていうのはこうできない話じゃないなというところまでこう持ち込むために、ひたすら軽量小型化にこだわって開発をしてきたものですね。
じゃあ、さっきその、一人でされてるって話されてるんですけど、それはじゃあもう社員はもう中には一人ってことなんですか？はい、とりあえずって言い方ですけど、ここまでは私一人でずっと開発してきました。で、契約は去年したので、来年に月に行く。で、さすがにですね、来年月に行くっていう話を一人でやりきれるかっていうのは絶対やりきれないので、でもう、契約してから、ここ半年間ぐらいはチーム作りにちょっと力を入れてまして、まあ、それもまあせっかく私一人でやってきたところもあるので、どっか大きい会社とドーンとこう連携するというスタイルではなくて、やっぱり一人とか二人とかですね、まあ、中小企業で連携していって、でみんなでこう本当に自分ごととして月面探査やっていこうよ、みんなで。というコンセプトで今チーム作りしているところですね。ありがとうございます。まあ、これからその、まあ、チームを大きくしていきながら、月を目指していくってことだと思うんですけど、こう将来的なビジョンとかってのあるんですか？はい、将来的にはそうなんですね。これビジネスで難しいなというのは、月面探査っていうのは、当然私も宇宙好きで、ロボティックス好きなんでいいんですけど、投資家から見ると、それで儲かるのって言われると、なかなか説明難しいんですね。で、まあ、ざっくり言いますと、でその後はって話が当然出てきますんで、大体この場の皆さんご存知だと思うんですが、まあ、NASA が幸い、今、アルテミス計画2024年発表していますから、あとクリプスも、まあ、これクリプスなんですけれども、毎年やるという話なんで、それは毎年これもやっていきますよ。で、2024年にはアルテミス計画ありますんで、でそことロボティックスと連携したいですよ。これあくまでまだ想定ですけどね。でそうやってやってビジネスを広げ、少なくともここ5年間は広がる増加傾向にあります。で、じゃあ月でそうやって人間と連携できたらば、次はって言われた場合には、まあ、同じことを5年遅れぐらいで火星でやっていきましょう。火星にもいずれ人類に行くでしょう。で行く 前段階としては、これ前段階の調査ロボットという位置づけにしてるんですけれども、やっぱりいろいろ先に行っておいてこう調査する。そういうニーズが出るので、次は火星ですよ。まあ、そんな感じで、10年後は火星で人間と連携しましょうというつもりでいます。なんか具体的にこうどういうふうに連携するとかっていうアイデアはあったりするんですか？具体的には、これ、今、そうですね、具体的には逆に今、聞き取りをしているところなんですけれども、まあ、これ、どういうふうに使ったらありがたいですか、嬉しいですかということで、例えば、もう通信コンステレーション、はい、まあ、これ、小さいから、基本的にはもう100機、200機って、そういうレベルなんですね、構想としては。でそういうもので、こう、地点地点にこう配置して、で通信のその設備、として使えるととてもありがたい。で最悪は月って話だと月夜が難しいんですね。マイナス150度、昼は100度。でこれ耐えられないと、まあ、あまりこう走行する機能が維持できない。で仮に壊れたとしてもそこにあるだけでもマーキングとして、まあ、それだけでも役に立てられなくはない。まあ、具体的にはそんなところで、さらに具体的には100機でやっぱり軍探査で具体的にはやっぱりマッピングをしていって、例えば月の場合は水資源探査ってやるんですけど、1機で単独でこう探査しても単独の成果しか得られないので、やっぱり月なら月の面全体をこう軍探査で探査していく、まあ、そういう構想はあります。現在 の今お持ちの、ヤオキの装置に、はい、搭載しているこう機器、観測機器というのはどのようなものがありますか？はい、今のところはもう2021年という話でいくと、数でいうと残念ながら1機だけなんですね。先ほど言った、まあ、主には資金的な問題で、今の内容、機器としては今カメラがついてるだけです。だから本当に画像の探査だけなので、まあ、すごく自分で言うのもなんですけれども、2021年はその科学的に画期的なことができるかどうかって言ったら、まあ、そんなに大したことはできないですね。まあ、ただし2022年からに向けてはちゃんと水資源探査用 その、スペクトラムのセンサーをつけたりですとか、まあ、そういうところでだんだんそのバージョンアップしていく考えです。
ちなみにそのローバーは、まあ、じゃあ地球との通信ができるってことなんですかね。はい、通信はこれは驚いたんですけど、Wi-Fi でいいよって言われてまして、うん、そんなんでいいんかって話なんですけど、うん、で通信は基本的にはこれ着陸船が必ずありますので、着陸船からこう、まあ、これ実際にこう落として降りるんですけど、で着陸船との間の通信を受け持てばいいんですね。うーん、なるほど。だから実際には着陸船との距離っていうのは、まあ、一応私の中では10メートル以内、はい、の活動範囲、一応500メートルぐらいまで行けそうなんですけれども、まあ、そういう装備はしつつも活動範囲は、まあ、1回通信切れが起こると戻れないので、はい、要するにですね、要するに数十メートルから数百メートルの、ある意味クリーンな、障害物のない空気もない通信環境で言えばかなり逆にいいというのが月面でして、でそうすると Wi-Fi で十分だ。で当然地球への送信というのは着陸船ランダーの方からやる話なので、はい、ということになっています。その中島さん自身が例えばこうローバーにこうコマンドを送ったりとかっていうのも一応じゃあその NASA 経由というかでできるってことですか。そうですね、実際には NASA 経由で、はい、やりますし、私の場合はもっと言うと、ですね、ランダー、まあ、ランチャーというかロケットランダーまではもうアメリカの企業限定なんですけれども、ローバー以降はアメリカの企業に限らないということで参加しています。何を言いたいかというと、そこは活動というのは別に NASA から制限も何も逆に言うとないんですね。自由に活動できるということは、もうそのオペレーションも、実はもう YouTube なんかでこう配信してですね、で遠隔操作アプリなんかも作ってですね、でまあ希望者があればいつでも誰でも操作できるようにしたいなと思っています。面白いですね。でも結構そのまあサイエンスとか工学的なこう意味もあるんですけど、同時に少しエンタメ要素もこう含むことができるんです。そうですね、ちょっと繰り返し同じになっちゃいますけど、2021年はこれカメラあるだけなので、うん、まあ本当に価値のある探査、2021年はやっぱり NASA のローバーも同時に降り立ちますから、そういうところは NASA にお任せをして、うん、で私の方は民間なんで、まあ、とりあえず2021年はこう逆にみんなで子供でも操作っていうのはこれは NASA で多分絶対やらないことだから、うん、まずそういうところからやっていきたいなという考えですね。はいはい、面白いですね。ちなみに少し忘れないうちに視聴者の皆さんに少し言っておきますと、今前半30分は基本的にこう中島さんからお話を伺っている方式で、後半30分は皆様からその質問をいただいて、質問に中島さんに答えていただくという方式をとっておりますので、もし何かお話聞いていて質問がありましたら、チャットの方に自由に書いていただければなと思います。はい、すいません。で、まあ、少し話に戻りたいんですけど、このローバーは、まあ、ご自身で開発されたってことなんですけども、その、まあ、前は、自動車会社で働かれていて、でその知見というかそのノウハウっていうのもやっぱりじゃあ結構その開発に生きたっていうことでしょうか。はい、それはありますね。宇宙もそうですけど、自動車もやっぱりその判定基準が非常に厳しくてですね、まあ、普通に、まあ、どんなものでもそうですけれども、例えばこう、試験項目が自動車の場合ざっと30ぐらいあるんですね。30項目クリアしないといけない。で29項目割合いいスコアでクリアしても1項目がクリアできなかったらそれでも製品化できないんですよね。だから最終的にはこの全ての項目で仮にその合格点が70点としたら、まあ、71点でもいいから、とにかく全ての項目達成しないといけない。どっかの項目が100点あったとしたら、その30点のマージンをその60点のところに振り分けて、なんていう調整をしてやると。で宇宙も当然しかありですけど、やっぱり絶対失敗は許されない的なやっぱり業界だと思いますので、まあ、そこは近いなと思ってますね。ちなみに、柴田君。1時間あたりの走行距離はどれくらいですか？
今のところこれで、ですね、バッテリーの充電ができないとして想定してますけれども、6時間走行できて、1キロ走行距離ぐらいですね。1キロメートルです。で、それを実はランダーの、まあ、半径500メートルを出ない領域で基本的に探査をしようと思っています。じゃあ、操縦は、地上からのコマンドでやるという形で。そうですね。はい。あと月面でのこうローバーの話で多分よく上がる問題としてレゴリスの侵入があると思うんですね。はい。こう可動部がある、駆動部があるとそこに砂が入って動かなくなってしまうといったことがあると思うんですけど、それの対策というのは何か考えていますか？はい。これの場合大体見てお分かりの通り車輪が2つある、まあ、逆に2つしかないということは駆動部というのはここの修道部2箇所だけなんですね。でそこにやっぱりベアリングがありますよ。でベアリングのところにレゴリス噛み込んだら回らなくなりますということなので、ベアリングを多重構造にしてありまして、で一つ目はやっぱり紙レゴリスが入るかもしれないけれども、入ったとしても何ですかね、スタックしにくい、まあ一言言うと、まあ、ラフなベアリングをまず入れとくと。でそれでも少ない確率でさらに侵入してくることもあるでしょうと。そこは逆に精密なベアリングを絶対にこう入らないようなシールもしてあるようなベアリングを入れて、そうやって多重構造で対応しています。あとタイヤの形が特徴的だなと思ったんですけど、それにはこう何か意図というのはあるのですか？はい、これは一つの特許技術の一つでして、まあ、普通タイヤって円筒形してると思うんですけれども、これ簡単に言うと球を2つに割って、左右に配置した、まあ、球形なんですね。で球形ですと何がいいかっていうと、月面ってもうレゴですと砂地で荒れ地ってことは分かりきっているので、それを専用にしています。でどういうことかというと、まあ、かといってその状況というのは詳細はやって言ってみないと分からないので、ロバスト性も持たさないといけない。で球面にした理由は、まあ、安定したというか、まあ、比較的条件のいいところだとこれ球なんで、平面に接触したときって、ね、点接触ですね、理論的には。だから接触面積が少ないので基本的にはこうロス、抵抗の少ない環境で走れますよ。まあ、ただしやっぱりレゴリスなのでひょっとしたらこう埋まってしまうんじゃないか。これ埋まれば埋まるほど平面に対して球面が潜れば潜るほどこう接触面積がだんだん増えていきますよね。で接触面積が増えるということは面圧が減っていくということなんで、まあ、ある程度のところに沈み込んだところでもう面圧がどん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 沈み込みに応じて減るので、どこかで自動調振機構が働いて、それ以上沈み込まないというところに行く、そういう構想です。でなおかつやっぱり荒れ地で遠隔操作といってもタイムラグが実際10秒ぐらいありそうなんですね。光の通信だけでも、月までの距離38万往復するので2秒2秒で4秒かかる。で通信まで入れると現実的には10秒ぐらいかかるっていう、その10秒差でラフな操作をせざるを得ないので、やっぱりこうくぼみに入ったりとか、まあ、最悪こう転んでしまったりでしたとしても、まあ、これが休憩なので、まあ、どんな体勢になっても必ずこうひっくり返ったとしても体勢戻って、必ずどんな体勢でも車輪が設置するので走行不能にならない、そういう2つの理由で救命にしています。それか倒れてもこうどちらかの車輪が接しているから、それを回せばこう起き上がれるということですか？そうですね。加えて言うと上下対称になっていますから、こういうものが例えば倒れたとしてもこの状況でも、まあ車輪が設置してますし、まあ、倒れたとしても、まあ、どちらかにひっくり返って、で最悪逆にひっくり返ったとしてもシメトリーですので、まあ、全く問題ない、そういう構造ですね。あとちなみにこれバックするときはこういってまたこのままバックするとやっぱりカメラのない方向に進むというのが危険なので、まあ、これ、ですね、バックするときは本体がこう回ってでこのまま戻ると、必ずカメラを前向きにして走行する、
という工夫もしております。まあ、それは重心設計になるんですけどね。まあ、その辺が一番特徴的なところだと思います。まあ、だからこそ、小さくすることができた、小さくしてもまあ安心ということになっています。小型化するにあたってこう犠牲になったこうケイパビリティみたいなものありますか？ですね、これは、なんて言ったらいいかな、まあ、ちょっと質問の答えではダイレクトではないんですけれども、簡単に言うと組み立てが難しいですね。でこれがやっぱり普通の私が一人でやったところの理由の一つなんですけれども、まあ、普通ものづくりって、まあ、セクション分けて、機械は機械屋、電気は電気屋、制御は制御屋、でカメラはカメラ屋で協議しながらやるとこう大体私なんかと構造設計が主体なのでちょっと無理やりな小さい構造体を作っちゃうと、まあ、必ずこうクレームが出るわけですね。電気屋さんなんかいやそんなこんな小さいところに配線できねえよとか、いやでもできるんじゃないかな頑張ればっていうところだけど、私は実際配線しない立場なんで、まあ、無責任な発言になっちゃうんですよね。いや頑張ってできるでしょって言っても、いややるの俺だしってなるんで、で実際これすごく組み立てとかですね配線難しいんですけども、ただこれ自分一人でやると、まあ、全部自分で受けようので、難しいのもこう自分で納得して受ければいいわけじゃないですか、まあ、なのでそういうところで小さくできたということですね。まあ、すみません、ちょっと質問の答えとは違っちゃっても、そんなところはあるなと思ってます。いえ、ありがとうございます。トータルで一人で設計をこう見るというのはすごい面白いですね。あ、すみません、今ちょっと通信が、はい、あ、すみません。いや、はい、ついでに言うと休憩当然小さくするってことで車輪径が小さくなるので、車輪径小さくなると基本的には走破性が、まあ、落ちるっていうところがそのスポイルされるところですけれども、まあ、これ実は車輪の中に車輪と同じようなやっぱ球形の本体があるんですね、まあ、要するに隙間がないよっていう形にあえてしてまして、隙間がないから砂の侵入、レゴレスの侵入を、まあ、低減する。でこう回転することによって侵入、まあ、その少ない隙間に侵入した砂レゴリスも回転することによってこう排出するような、そういう機能ですね。まあ、簡単に言うと、まあ、仮に入ったレゴリスは上にこう持ってかれて、上に持ってかれたらその同じように球面のボールのような本体になぞって内側からこう出てくるような感じですかね。そうすると自然な感じで砂が排出されるので、走破性も、そういう意味で工夫して担保しています。実際にはですね、車輪径が10センチぐらいですけど、普通のその車輪20センチの車輪相当の走破性を維持しています。ちなみに今その、まあ、レゴリスに対応したこうタイヤって話をされてたんですけど、そのいわゆる地上の自動車と比べて、そのタイヤ面以外でこう何かこう追加でこう基本の自動車と検討しないけども、その月のロバだと検討しなきゃいけないような要素とかこうあったりするんですか？そうですね、一つ、まあ、いろいろありますけど、一つは、まあ、分かりやすいところとしては、宇宙環境は何が一番違うか、まあ、月面環境ですけど、まあ、真空で、あと月面でいうと極低温ですね、はい。要するに空気がなくて温度がやたら上下動が激しい。でそうすると何が必要かってなると、中の機器の 配置です、まあ、が必要になると思います。まあ、真空になるということは熱伝導性があまり期待できない。でなおかつ、もともと の温度設定が非常に激しい。その中で中の温度を均一にある一定の温度帯に保たないといけないわけですよね。でそうすると機器の配置というところが非常に肝になっていると思ってまして、まあ、簡単に言うとですね、熱伝導性がないということは、どこか熱の発生源があると、そこが極めて高熱化してしまう。でそうするとやっぱりどこかに熱の逃がしが必要だ。で熱の逃がしの意味合いも込めて、熱が逃がしやすいところに
熱を発生しない系の機器を置く、うん、でそういうあのトータルで塊としてあのやっぱり均一化は分かる、まあ、そういう意味であのこういうあの小さい筐体の中にあの伝送機器が全部こう一つの部屋に集まってるっていうところも、うん、そのそういう配置設計しやすいところの一つですね、うん、じゃあ そういうのも、まあまあ、全部ご自身でこう検討をしてこう設計されたっていうことなんですよね。はい、まあ、それも一人なのでちょっとあの突飛なアイデアでも あまりこう自分で思いついたことだから自分で反対しないじゃないですか。でやっぱり組織でやるとちょっと突飛なこと言っちゃうと、うん、いやちょっとそうは言ってもそれはねっていう話がね、うん、出ますので、そういうところも自由にできたかな。実際その開発するのにどれぐらい時間かかったんですか？これも先ほど言いましたね、期間で言うと企業以来なんで2011年からなので時間的に8年間かかっちゃったことは確かなんですね。でやっぱりもともと2、3年でできるかなというイメージでやっていましたけど8年かかっちゃいました。で理由は2つありましてと思ってまして、1つは、まあ、やっぱりあの月面探査だけでは政権が成り立たないので、やっぱり他の通常業務をやりながら、うん、開発費を充当する。だから月面探査の時間、まあ、例えば10、うん、1週間やりたいとすれば、通常業務をやっぱり1週間こなして資金を稼いで自分で、うん、っていうのはあの、うん、まあ、そういう要素が一つ と、うんと、まあ、もう一つ8年かかった理由としてはやっぱり、まあ、それまでそのくらいのレベルの高さをちょっと自分自身で求めたかったっていうのがありますね。多分4年ぐらいの段階でも、まあ、パッと見は同じようなレベルのものはできたかもしれないんですけれども、やっぱりちょっと極めたいなという気持ちがありまして、うん、それで8年間ぐらいかかってしまった。でその実際には、まあ、ご自宅かどこか外かわかんないですけど、こう実際に動かして試験したりとかっていうのもこう何回も何回もされてっていうこと。そうですね、はい。まあ、試験は、まあ、普通の、うん、砂場でとりあえずやりながら、はい、とりあえずあのざっくり傾向を見てですね。で正直言いますと、まあ、今までやってた試験も、まあ、なるべくそのレゴロスに似てるような細かい砂でやってるだけでして、でこれからは実際にあのレゴロスシミュラントですね、はい、を使ってやりたいと思ってます。まあ、はい、どうぞ。とはいえレゴリスモニースナシメランとやっぱり高いので、うん、やっぱりそれなりのあの広い面積必要ってなると、聞いたのが、例えば普通の今使ってる砂を塩に例えるならばレゴリスが片栗粉に例えられるよって聞いたんですよ。とりあえずあの次のステージ片栗粉で、つい先週もあのうちの奥さんに頼んで片栗粉をちょっといっぱい買っといてって買ってもらったところなんですね、はい、とりあえず先週ぐらいちょっとなちょろっと片栗粉の上を走らせてみました。今ちょっとネットの回線が悪いみたいですけど聞こえますか？あ、すいません、もう一回お願いします。もしもし、あ、ちょっと通信が少し悪いみたいなんですけど、はい、はい、今僕の方なのかな、はい、どうぞ。はい、繰り返し言いますけど、レゴリスのシミュレーションとして片栗粉がいいよってことなので、うん、ちょうど先週買いまして、うん、6月ぐらいから、はい、もう来週ぐらいから片栗粉でまずは次の段階に行こうとしています。いいですね、面白いですねありがとうございます。まあ、ちょうど今30分になりましたので、ここから少しあの視聴者の方からの質問に移りたいと思います。何件か来てまして、まず、一つ目、操作レイテンシーか相当あるとのことですが、タイムラグのことですかね。操作予定者はシミュレーター訓練等を行うのでしょうか？一つのアイデアとしましては、さっき言いましたように、全体的にはですね、特に関係者に限るということは逆にしたくなくてですね、まあ、本当に操作したい人は誰でもというふうにしたいなと思ってまして、企画の一つとしてはそういう協議会をやろうと
ということを考えています。実際どっかに砂場を作ってですね、で 体験競技会みたいなのがあって、でそこで勝ち残った人、まあ、やっぱりそれなりにうまい系の人が実際に、操縦してもらう。で例えばですけど、どうかな、5分とか10分時間区切って、でどこどこの、わかんないですよ、例えば埼玉地区の勝者1人目、東京の勝者が2人目とか、そんな感じでやりたいなと思ってます。あと年齢別もね、子供、中学生、高校生っていう部で、そういう構想はあります。じゃあ次の質問いきましょうか。走行試験や耐熱試験などされたんでしょうか。結果を受けて改良したポイントは。そうですね、これ実は 3D プリンターで作っていますんで、はい、簡単に言うとそのサクッと作ってサクッと、まあ、ある意味壊してサクッと改良できるので、まあ、作っては実験、作っては実験で一番、まあ、そういうふうにやってます。で実際さっき言いました 実際の その走行実験というのは、うん、普通の砂場で今のところやってまして、まあ、そこで大体の様子が分かる。あと強度も割合こう力を入れてやっていましたので、強度的にも今 100G は解析上やってるんですね。でそこは、逆にですね、これはある意味良かったなと思うのは、これ割合こう展示会によく出してるんですね。でも子供だいたい子供喜ぶんですよこれは。で子供はいい意味で忖度ないので、うん、普通それはやらんだろうっていうことをいっぱいやってくれちゃうので、まあ、いっぱい子供さんに壊してもらいました。で、うん、ひどい時はこうガツンと落とすわけですよね。はい、はい、まあでも僕 100G って言ってるわけだから、まあ、長嶋さん本当に 100G だったらガツンと落としても壊れないはずだよねっていう反省も込めてですね、実際壊れたりもしちゃってるんで、まあ、そこをこう改良してやってきましたね。耐熱試験とかされたんですか？あ、それはまだこれからです。本当にここ、うん、夏場に向けてです、今の状況っていうのは、先ほど言いましたように 3D プリンターで作っていますってことは、まあ、普通のまだ樹脂なんですね。で月面、要するに宇宙太陽っていうのはあくまでもまだ想定の計算レベルなので、そこはまだ実際に作っていません。でこれからそういう本当の材料に変えていって作るっていうのは、ここから半年間以内にやっていくっていう今の段階です。ありがとうございます。次の質問、やはり片栗粉では様子が変わるものでしょうか？あ、私もちょっと やってみないと分かんないんですけど、少なくとも、砂地ではそのアポロの、まあ、アームストロング、バズ・オルドリンさんのこの有名な足跡ですね、くっきりとしたああいう足跡はつかないことは分かってまして、で片栗粉でとりあえずこうパンと押してみたんですけど、まあ、アポロの足跡みたいな雰囲気でくっきり残るところ、残りそうだなというところまで確認しました、うん、じゃあ、まあこれから、まあ、大量の片栗粉を使って実験されていくってことですね。そうですね、はい。続いての質問いきます、月面環境は昼と夜が長く、どちらの環境も耐える光学探査機を作るには電力不足が心配されると思うのですが、そのことはどのように解決されたのでしょうか。もしくは昼のみの使用を考えておられるのでしょうか。まあ、はい、不足で熱石器に関する質問だと思います。いい質問だと思いまして、私のこれ個人的な強い考えなんですけれども、まあ、今結論的に言うと、このローバーは、その昼の100度以上、夜のマイナス100度以下に耐える設計もできていませんし、将来的にも端的にするつもりもなくてですね、じゃあどうするのっていうのは、シェルター設備を作ろう、まあ、そういう方が多分現実性が高いと思っています。うん、聞くところによると、かなりそのなんだろう、いろんなこの一流どころの企業さんとかその研究機関とかですね、まあ、個人的に名前を言うとあれなんで、大体、まあ、普通にあーあーっていうところでさえ、やっぱ越や月の夜を超えるっていうのはなかなか想定していないという情報がありまして、ローバー自体にそういう機能を持たせると、まあ、結局 こんな小さなものではできなくなってくるよ、すごく大きくなってしまうとか、
ありますので、割り切ってですね、ローバーはそのやっぱり温度のいい時間帯だけを走行して、で走行できえないときにはシェルターに逃げ込んで、まあ、冬眠状態に入ろうと、うん、そういう構想で考えています。なんか第1回目 の、 そのローバーだと多分おそらくシェルターはないのかなと思うんですけど、まあ、今後こう作っていくっていうことを、はい、具体的にはそこのマイルストーン2023年に置いてまして、はい、2021年にはまず、まあまあ、言い方悪いですが、とりあえず行くよと、うん、とりあえず探査します、カメラで。で、2022年はセンサーも積んで、複数機で探査します。で、2023年にそのシェルター設備を使って、シェルター設備に入り込むことによって、半永久的に活動、まあ、恒常的な活動をできるようにします。うんっていうマイルストーンですね。で、2024年に、アルティメス計画の人たちとこう助け合おう、そんな感じですね。シェルター自体はなんかどういうふうにこう作るのか送るのか、なんかそういうのは考えてるんですか？はい、私なりにはシェルターもまあ設計はしたんですけれども、言葉で簡単に言うと、やっぱりこういうローバー作ったからかせいか、まあ、シェルターもこれのローバーの大型化みたいなものになっちゃったんですね。うんうん、もっと設備的なイメージだったんですけれども、やっぱりシェルター自身も移動する必要あるだろう、まあ、少なくともちょっとぐらいは、そうすると車輪が必要だろう。で、車輪はっていうと、やっぱりこれ月面で汚れすように成功し設計した車輪なんで、ついそれを使っちゃった感じで、うん、で、まあ、私何を言いたいかっていうと、私がシェルターを設計はしたんですけれども、うん、まあ、ちょっとしっくりきてないところもありまして、まあ、大型ローバーみたいになっちゃったので、そこは建築メーカーさんと今投げかけをしていまして、そこはまあ建築メーカーさんが責任持ってというか、主体となってやってほしい。で、建築メーカーさんも将来 の、 その月面ムーンビレッジということで、人類の基地としてシェルターっていうのは、まあ、構想はしてるんですよね。ただ現地的にはそれってなかなかお金もかかる話なので、そんなでっかい設備、持っていくだけでも、もう何百億、何千億って話になっちゃいますから、だったらば、まずは人、1分の1の人間のスケールやる前に、これはまあ、スケールモデルと捉えてもらって、人間からすると100分の1くらいかな、のスケールモデルとして、まずはローバー用のシェルターっていうのを、人間用のシェルターのスケールモデルとして、まず2023年にやったらいいんじゃないでしょうかっていう筋道で今、投げかけをしています。ありがとうございます。じゃあ、すべての質問いきましょう。搭載されている、回路基板やコンピューターに宇宙船対策はされていますか？放射線対策ですかね。はい、そこも先ほどちょっと言ったところと、まあ、かぶるんですけれども、基本的には配置、機器の配置で工夫をする。で、当然それではやっぱり当然足りないので、放射線と耐熱、まあ、保温対策と放射線対策はやっぱり必須なので、うん、そこはですね、ちょっとスペシャルな手法を考えています。ちょっとまだ特許をこれからまだ取ろうかなというところなので、ちょっと今日この場ではちょっと公開だけはちょっと控えさせていただいて、すみません。次行きましょうかね。月ということで、日本だとアイスペースという企業があると思いますが、はい、そこと現在、もしくは過去に連携はされているでしょうか？はい、ちょっと言い忘れたって感じで、連携はしてまし、連携というか関係はしてまして、私がちょうど会社辞めた 3.11 終わった頃に、ちょうどアイスペースが、まあ、始まった頃だったんですね。で、そこでエンジニア募集がありまして、まあ、機械設計ができて暇な人っていう募集要項だったんですね。私、会社辞めた後で、まあ、暇ではあることは確実。だからスキルあるかどうかわからないけど、とりあえず自動車の設計できるんだから、まあ、同じこのモビリティと考えればスキルもあるだろうというところで、2011年から13年ぐらい、2年間はアイスペースにいわゆるボランティア参加してました。まあ、それが直接 の、 その月面探査に関わったきっかけだったんですね。
まあ、なんか今それにつながる話で少し僕からそのなんか今後例えばこう、まあ、名前は出す出さないはあのなんですけど、あの今後こう連携していく企業とかこういうふうにこういろんなところと連携していきたいっていうのが構想あったりするんですか？そうですね、構想は今私がやってるのは、まあ、構想としては特にあの なんていうんですかね、リミットをかけるつもりはなくて、まあ、こういうものにその興味持ってくれる方、企業にはまあオープンマインドであの気に入ってくれた人は全員誰でも一緒にやろうねということです。まあ、ただ今たまたまあの具体的な話でつながったのはその NASA のミッションだったというところで、まあ、当然 JAXA にもあの定期的にアプローチかけていますし、はい。ああなるほど、じゃあもうなんか JAXA 系でなくても直接 NASA にアプローチしてこうはなんかうまいことを言ったっていうことなんですね。はい、NASA、私の方からの NASA をこうなんかこう選定したっていう、当然その偉そうな立場じゃなくて、まあ、いろんな方にこう、はいはいはい、投げかけていって、うん、たまたま今ちょうどいい具合に話が、うんまあ、タイミングですかね、それ、はいまあって今たまたま NASA でやっているという話です。次の質問いきます。先ほどお話しされた移動型シェルター、まあ、大変面白いと思いましたが、建物型のシェルターにしたい理由は何でしょうか？建物型というかですね、建物型、すみません言葉が、シェルターっていうとやっぱりあの一般的な建物のようなイメージをするシェルターされる方が多いと思うんですね。私もそうでした。で、私自身がシェルター設計すると同じことになっちゃいますけど、なんかどちらかというとローバーになってしまったので、私自身がちょっとシェルターというにはちょっと違和感がありすぎるな、なんかローバーがこう上から守ってくれるみたいな、そういう、簡単にすごく簡単にこれを5倍ぐらい大きくしたものに、なっちゃったというのが私の設計なんですね。で、それはそれでいいかもしれないけど、まあ、やっぱりあのそういうシェルターとか専門にしてる人とやっぱ話を聞くと、いやいやもっとこんないい考え方あるよということが出ると思いますので、まあ、その辺今投げかけてるんですね。じゃあもうそこは、まあ、さっきちょっと話してもいろんなところと連携してこういいものを作っていこうって。はい、で実はあのそれができることが一つ その画期的なブレ技術的なブレイクスルーのポイントだと思ってまして、まあ、今ってあのいろんなところが、まあ、実はあの無人探査レベルでは、まあ、ロシア、中国、インド、イスラエルはじめやっていますけど、すべてみんなあのエツヤっていうのは考えてないんですよね。だからバッテリーが切れる、まあ、もしくは夜を迎えておしまいなんですよね。もうそういう設計に最初からなってるっていうこと。エツヤを誰もまだその超えるという想定を真面目にやっていない。真面目という言い方変ですけど、まだその段階に至ってないですよね。やろうとすると非常に大変なので、そんなことがもしできるとすれば、仮にそれがシェルターに逃げ込むという姿であってもできるとすれば、もうそれであの事実上はこう半永久的に活動できるということは非常なブレイクスルーだなと思っています。ありがとうございます。あのここであの想定しているシェルターのこう機能というのは、熱と放射線と温度から守るということですか？はい、まあ、まずは熱から守る。で、まあ、少なくともシェルターの中に入るということで、高温から守るのは割合しやすいですね。日陰に入るので。で、低温に関しては中にヒーターを入れればまあ済むよと。で、あと当然、あの充電もありますんで、まあ、充電はですね、まあ、普通に考えても無線充電もできますし、で太陽光パネルさえあれば、あの普通に人工衛星でやってるように充電というかの給電はできるので、まあ、あとはその辺の要素技術の組み合わせでやってきさえすれば、あの可能性は非常に高いと思っています。ありがとうございます。他にもまだ質問ありましたら、どんどんあのコメントの方に投稿していってください。今、質問が多分、今はもう大体全部一通りいたのかな。うん、まあ、ちょっと僕の方からじゃあ質問しようと思います。はい、
いくつかあったんですけど、どれでしょうか。ですね。今そのさっきちらっとその要はそのコアツの八起をこういくつもこうなんていうか連携させてといいますか、あのでそれでこう大きなコンステレーションというかやっていくっていう、お話しされてたと思うんですけど、それはなんか具体的にそれでどういうミッションとかっていうのができるようになるんですかね。一つには月、まああのやっぱり今月のメインは、水資源探査と、まあ居住区探査っていうんですかね、洞窟探査、まあついでに言うと洞窟の中の方が水が大量な水があるんじゃないかというところがあるので、水と洞窟でそれをそうですね、要するに連携探査することによって、ポイントじゃなくてその立体的に、もっと言うとですね、これ言い過ぎかもしれないですけど、まあ、月全体のマッピング 3D マッピングですね、洞窟の中まで含めて、もっと言うと主に洞窟系になってくると思うんですけれども、その地表から その望遠鏡の探査というか観測では見えない内部の立体地形を、まあ、くまなく探査したいと思ってまして、それはやっぱり数をいっぱい投入する必要があるなと思ってます。そのいくつものポジションにこう置くことによってこうその点と点をつないでこう立体的な 3D の地図を作るっていうようなイメージなんですか。そうですね、それ の、まあ、ホラーな洞窟版想定しています。まあ、表面的なところはこう外からの周回の望遠鏡で、まあ、ある程度できると思ってますので。カメラの解像度はどれくらいですか。それはいい質問ですね。解像度はいくらでも上げようと思えば上げられるんですけれども、今のところ遠隔操作って考えると、4K とかやっちゃうと1時間タイムラグ出ちゃうんですね。それが今現実の宇宙通信バンド帯なので、です。で今は、まあ、そうは言ってもハイビジョンぐらい、HD ぐらいで考えています。まあ、ただし、いろんな企業さんと相談すると、例えばスポンサーなんか話をしたときにですね、やっぱりスポンサーになるんだったら、今だったら 4K 撮れないとアピールできないって言われるんですね。まあ、だから例えばのアイデアですけど、まあ、4K カメラ載せるのは、まあ、そんなに難しいことはないですと。今スマホでも載ってますから。でただし、ワンショットだけ、やっぱり 4K、1時間転送時間かかったとしても、ワンショットだけとにかく 4K 撮れれば、まあ、それはそれで面白いな。まあ、ただし、遠隔操作はもうハイビジョンよりもロークオリティな、モノクロでもいいんじゃないかなぐらいの話で考えています。まあ、そうでもしないとやっぱり10秒以内に収めるって割合厳しいんですね。なんか今遠隔操作ってお話少し思ったんですけど、その逆にローバーの技術化みたいなのは検討されたりしないんですか。はい、それが具体的には来年2021年、その連携探査っていうのはもう例えば2機なら2機のローバー自身で通信し合って、お互いがそのGPS に保管し合って、で AI も搭載して自動走行、それを来年ですね。そういうマイルストーンです。ありがとうございます。質問が来ております。火星、他の惑星、衛星などではなくて月を選ばれた理由は何かあるのでしょうか。深い意味で言うとないってはないんですけど、まあもたまたまという話になりますかね。やっぱり講義の意味で小型ロボット、探査ロボットなんですけれど、今話、具体的に宇宙系の話があったのが、まあ、NASA のクリプスミッションです。で当然やっぱり火星の方がより価値高いねっていう考えも私もありますけれども、やっぱりまだそこに民間が参入するプログラム自体がまだないというところですかね。将来的には火星とか、なんかもし行けるんだったらここに行きたいみたいなのってありますか。もちろん行けるんだったら火星
行きたいですし、とはいえ、まあ、あと5年ぐらい待てば、その間には火星へちゃんと民間も参入できるプロジェクト自体が発生すると思ってますね。まあ、残念ながら私は ロケットを開発してるわけではないので、もうロケットはやっぱり、ロケット次第というかですね、ロケットとそのミッション次第、そこに乗っかるということしかできないので、それを逆に期待しているという状況ですね。先ほど写真を通して月の月面のこうマッピングという話がありましたけれども、それは画像だけでなくてこう位置情報は必要ではないですか？あ、そうです。はい、そこが複数機の一つのいいところでして、1機だけの GPS だとその精度とかなかなか疑問するところがあるので、複数機があると GPS の精度も一気に高まるので、まあ、連携の時は当然GPS 乗せてそれぞれに位置情報を取りながら探査していくとなりますね。あとまた私の方からいいですか？プロフィールに人間社会の生命化に向けて活動を指導と書いてあったと思うのですけれども、こちらについて詳しくお聞きしてもいいですか？はい、個人的には喋りたいところでしたんでありがとうございます。さっきの話の続きで、私がこの8年間もかけてしまった一つの理由はこだわったというところなんですけど、こだわった理由の一つが、ロボットってこだわってそのある、なんていうの、まずこれロボットですね。ロボットってやっぱ設計のレベル上げて究極のレベルに行けばそれは生命化できるんだと思いました。まずは、簡単に言うとカメラと目でして、車輪の足でして、 AI 搭載すればブレイン、脳みそで、まあ、なんとなくこう自然にアンドロイド化できてるんですよね。で、生命化の定義っていうと、殻があることで、殻っていうのはもともと物自体でありますし、で次にエネルギーの代謝ができること、これはまあ太陽光パネルありますので、これはロボットの逆に得意とするところですね。まあ、宇宙ロボットの得意とするところ。で3番目が恒常的な活動で、そこはそのシェルターにもつながるんですけれども、やっぱり恒常的に活動できて、また自己修復も含めてですね、できれば一応生命の3定義満たす。でそうすると、まあ、例えば2023年ですと、ちょっと極端に言うとロボットが生命化できるってな思います。でそれが一つ目指しているところ でそうなると当然次に疑問に思うのは、じゃあ人間って、AI ロボットにこう従う、存在になるのかっていうところもやっぱり考えたところ、今人間社会が逆にロボット化してるんじゃないかって最近ちょっと気づいてまして、気づき始めまして、やっぱ効率化とかですね、合理化っていうところに、まあ、経済の発展のために、まあ、とりあえず今のところ走りましたけれども、まあ、逆に人間の方が逆に人間性を失いかけてるな、ロボット化しちゃってるので機械化っぽくなってるので、そこを生命化しようと思っていますね。今ちょっと抽象的な話ですけれども、今キャッチフレーズとしては、今の私たちのその社会って3次元に生きてますけれども、まあ、実際には重力がありますから、重力にこう地表に引っ張られて割合2次元的に生きてるわけですよね。渋滞なんかでも別に3次元的に Z 軸があればひょいと上に逃げられるんだけれども、逃げられないから、まあ、渋滞したりとか、まあ、もっと言うと人間のその精神的な構造も割合そういうところに平面化してるんじゃないかというところなんで、まあ、月に行くよ、宇宙に行くよってことは、その X 軸を打ち立てるっていうちょっとテーマを挙げてまして、でそれはもう物理的には宇宙ってことでも Z 軸なんですけれども、その人間のその思想発想のレベル自体をちょっと3次元化しようよ。でそういうところって実際に月面探査が実現できたり、で月面上で生命化しちゃったりするのを目の当たりにすることによって、その人間の
中にもそういう三次元的な発想が植え付けられるんじゃないかな、まあ、ちょっと漠然としちゃってますけど、そんな感じを考えてるわけです。ありがとうございます。あ、すいません、あの質問が入ったので、読みたいと思います。複数機を送るという話があったと思いますが、ロケットとの IF はどのようになると考えていらっしゃるのでしょうか。箱か何かにきれいに複数機入れて飛ばすイメージでしょうか。 NASA のプログラムの中で月面着陸方法が決まっていれば教えていただきたいです。はい、あの今のところですね、これ一つ難しい、案外難しいところは、どうやって搭載してどうやってリリースするか。まあ、普通に考えると、あのロケットの中にランダーがあって、ランダーに搭載されるわけですけれども、その固定をしっかりすればリリースが難しくなる。でリリース性をこう考えると固定が不安になるの で、今のところはこれ単純にあのランダーの板にぶら下げて落とすだけなんですね。でそのイメージからすると、単純にこうそれなりの板が あればポン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 ぶら下げていって落ちる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 という構想でいいんじゃないかなと思っています。まあ、質問の答えとしては、特に箱をわざわざ用意するというよりは、あの単純にこれの数が増えるだけという考えでは今のところ言います。あ、続いて質問です。確かアストロボティック社と契約されたと思うのですが、どういう経緯で契約できたのですか。はい、一応これ私が、完成できたなっていう一つの、段階としては、まあ、主要な特許を出願した時だと思ってまして、まあ、それが去年の今頃かなだったんですね。で特許を出願できたから、まあ、そこまでちょっとひた隠しに隠してたんですけれども、特許さえ出願しておけば、まあ、公開もできるし、で外部とのコンタクトもできる。でまずやったことがプロモーションビデオを作ったんですね。まあ、そこもあのちょっとエンジニアあるあるで、エンジニアって割合自分 の成果功績を自分でこう溜め込んで、やっぱり秘匿情報として外部に発信しないっていう、ある意味悪いエンジニアの悪いところが癖があるので、私は特許さえ取っちゃえば、あとはこうなるべく公開して情報って共有しようよってことなんで、じゃあプロモーションビデオ作っちゃいで作りました。でそれ YouTube に載せて、でそれを発信 したんですね。で実はそこからアストロボティックの話が、まあ、入った、向こうからそういう反応があったので、例えて言うと、あのピコ太郎が PPAP を YouTube 配信して、ジャスティン・ビーバーにあの見つけられてこうブレイクした、あんな感じだと思います。ありがとうございます。ちょっと途中ネットが落ちて抜けてしまったんですけども、そろそろ、もう時間になってきましたので、ここで一旦あの区切りとさせていただきたいと思います。グループチャットの方に、SGC 今後のスペーストークの参考にするためにアンケートの URL がありましたので、あのもしよろしければご記入ください。で最初にも申し上げましたが、今回の企画、宇宙メルマガのザブエジさんとの、コラボ企画ということでさせていただきました。そちらも毎月メルマガを配信しておりますので、ぜひあの、ご登録ください。改めまして、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あとあのグループチャットにあのダイモンさん のホームページも、貼りましたので、ぜひ皆さんあのアクセスしていただいて、あのいろいろ調べていただければなというふうに思います。それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。